最近5試合、14打数8安打、3本塁打8四球、打率5割7分1厘、出塁率7割2分7厘。出塁率やば。OPS 2.00 くらいあってっさ。出塁率7割超え。頭の良い人 OPS ください。ほい、長打率 1.286 プラス、出塁率 0.727 イコール、2.013。トラに早く帰ってきてくれ。四球は全て申告敬遠か。当てられることもある。出塁率見たことない数字出てて笑う。出塁率7割超えって。なんだかんだ今日もマルチ。投手谷もすごいけど野手谷はバケモンやな。体力的に二刀流が厳しくなってきたら野手に専念しそう。これは大谷があと二人必要。トラウトがいてくれれば敬遠もこんなに増えんかったよな。ほんと前後に一人ずつ良い打者いるだけでえぐいことなったろうに。申告敬遠マジでどうにかしないとホームランも打点も伸びんぞ。いない時にホームラン打っても打点1しかつかんから、他の選手頑張って大谷の前に申告できんように貯めてくれ。神様に一歩ずつ近づいとるね。最近打ってないなと思ったら打率6割って、大谷のせいで打つ打たないの基準がおかしくなっとる。結果フライだったけどあれじゃ勝負してくれん。そりゃ敬遠されるわ。移籍するなら打線が強力で大谷敬遠されにくいような球団がいいかな。出塁率だけで聖夜の OPS 超えるのやめなさい。忘れたらあかん大切なことやが、彼は投手、メジャー初完封後の5試合でこの成績、漫画でもこんな選手おらんのよ。でも最近はミッキーの不調やウォードの離脱もあって、出塁しても点に繋がらんケースが多い。ますます勝負避けられるわ。ミスタージュンじゃなくてミスターサマーやな。ゲームみたいな成績で草。ちょっと前までノーヒットが続いとったが、ちょっと油断するとこれよ、溢れ出る OPS。 そろそろ満塁で敬遠されそう。徹底的に勝負避けられても打率5割超えてるのすごすぎる。数少ないチャンスでマークがきつくなっても打てるんやもんな。和製ボンズや。OPS ぶっ壊れてて草。俺ペナより強いやん。